皆さんこんにちは、こんばんは。ラプ TV です。 Google スカイ、宇宙人は存在する、宇宙戦艦他5船を本日 Google スカイで見つけましたので、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。現在見ている写真が宇宙戦艦となります。その他5船を近くで見つけましたので見ていきたいと思います。それでは写真の方からです。どうぞ。こちらがその宇宙戦艦です。今回見つけた宇宙戦艦が、横方向から映っているところです。ここに環境部、ここにあのブリッジが見えております。そして前に丸い窓のようなもの、ここに四角い窓が2つ、そして前にこの操縦席部分のような窓が見えております。下の方にもこういった何かこのドッキングハッチのようなものも見えております。おそらくこれが前の部分だと思います。そしてこれが後ろ方向、そしてこれが環境、あのブリッジと言われる部分だと思われるものがはっきりと横方向から映っております。金属調のシルバー調の、金属調のものでできていて、ここが光っております。そして次です。引いたところですね。遠くから見るとこんな感じ。その周りをこういう巨大な座布団型の惑星が囲んでいますね。そしてこれが今回見つけた宇宙戦艦。そしてこの下の方にもそのこれを見守る小型船、ここから着艦したのかで離陸したのかのどちらかの小型宇宙船もここに映っております。後で詳しくお見せします。そしてこれもその近くで見つけました、小型のスペースコロニーのような、まるで竜のような形をした、遠くから見たら竜に見えますよね。こちらが頭の部分で、彼らはこういったものを結合させて連結させて、このようにどんどん拡大していっているという感じになります。連結構造物ですね。この部分で1つ2つ、こういう感じで連結して、こういう長い竜のような感じで見える緑色の色をした、今回スペースコロニーだと思われるものがこのように近くで発見しました。そしてこれがまたその近くで発見した、パイプライン上の連結構造物、それに着艦ドッキングするこれが作業船のような宇宙船となります。はっきりと映ってますよね。そして結合部分がこんな感じです。はい。そして次、はい、これが一番先頭の部分ですね。スパッと切ったようにこの部分で終わっております。これが先頭部分です。はい。ここに円筒形のものがこういうふうにここでドッキングしておって、ここからずっとつながっているというものになります。そしてところどころにこういう空洞が空いてる、こういったところで小型の宇宙船が周りに飛び回っておりますので、ここからこういうふうに入って、このスペースコロニー内がそのこういう小型の宇宙船のドックとなっているものだと思います。宇宙ステーションも兼ねたスペースコロニーだと思います。そしてこれが作業の大型船となります。はい。そしてその、人工太陽のような作業船がこのパイプライン上のスペースコロニーに近づいていって、作業しているところの映り込んだ写真となります。ここにはっきりと、はい、ここにスペースコロニーのような、ここに窓のようなものもはっきり見えております。ここに空間もありますよね。向こうに行ける空間もあって、ここの部分でつながっております。彼らはこういった感じで、組み付けているというものになります。私の Google スカイシリーズで過去にずっと投稿してきております。今回また久しぶりにあの宇宙戦艦を見つけましたので、その近くでまた見つけたものとなります。後で位置関係を教えます。そしてこれが作業船のようなものです。これですね。そしてこれが今回見つけたメインの宇宙戦艦となります。過去の動画に似たような、これと同型の同じ異星人の宇宙戦艦らしきものと酷似してます。私の過去の動画、宇宙戦艦でこう調べてみると出てきますので、それとよく似てます。そちらの方の宇宙戦艦もここに艦首
ブリッジの部分が見えておりまして、そちらの方はもっとこれより鮮明に映っております。この辺に丸いこのリンプル状の突起物もあります。あれと同型の、まあ、宇宙戦艦だと思われるものを今回発見しました。はい、そしてこれが引いたとこですね。前がとんがってこんな感じで、小型の宇宙船がここにいます。おそらくこれが古機だと思います。これが母船で、ここに着艦するものだと思われます。そしてこれ、はい、座標は概要欄に貼っときますので、ぜひその目で皆さんも Google スカイ立ち上げてみてください。私の動画見つけた方でね、昨日チャンネル登録してくれられた方があります。私の動画見つけて宇宙に興味ある方は、ぜひ私のチャンネルにチャンネル登録よろしくお願いします。そして実際に Google スカイ立ち上げたいと思います。これですね、クジラ座の方向、この方向で見つけました。それでは見に行きたいと思います。はい、ぐーっと寄っていくとこれですね、今回見つけた宇宙戦艦が見えてきました。これです、はっきりと映っている、まあちょうどね、光、太陽光がこう当たってるんでしょうかね、反射して金属調の色が見事に出ております。これです、これが真北に向けたところです。果たして宇宙ではどちらが上か分かりませんので、これ回転してみますね。はい、180度回転するとこうなります。どちらが正しいか分かりません。これが上の方向でしょうか。はい、これを真北にまた戻しますとこんな形、おそらくこれで一番真北に戻すと映っているので、これがま正しい方向だと推測します。そして古希がこの辺に飛んでいるのがお分かりになると思います。この辺にも古希がいます。そしてこれが、まあ、この母船の方にここから入って中に着艦するといった、まあ、宇宙戦艦型の今回 Google スカイでまた見つけましたので、皆さんにご紹介しております。私の Google スカイシリーズ、ずっとね動画チャンネル登録して見てある方はこれに似たものを前回投稿しておりますので、そちらも合わせて比べて見てみてください。そしてこの近くで見つけたものがこれですね。はい、これがその、まあ、作業船のようなものが真下に飛んでおりました。そして、まあ、5線目印1です。これがその作業船ですよね。そして目印2がちょっとこっち方向、右下方向にずれて、これがあのパイプラインのようなものを、はい、異星人が建設しているところです。これがその作業船です。はっきり作業船が映っております。そして作業船をこう作っているこのパイプラインのように見える緑色のものが、その彼らのこれがコロニーとなります。ここに接合部分と窓のようなものが見えているのがお分かりになると思います。そして目印3がこれが、まあ、先端部分ですね。ここから始まっているということになります。ここからずっとこんな感じで、はい、ありまして、目印4で小型の宇宙船がここでドッキングして、まさにここに着艦しようとしております。この幅が一緒なのでね、ここがドッキングステーションで、ここにガチッとドッキングするものだと推測します。皆さんはどう思いですか。そして目印5です、最後。はい、こちらが目印5となります。あの先ほどのブルーのパイプライン、ここ通ってますよね。これが最後尾です。その上のところの、はい、この部分にある、まあ、竜の形をした小型のスペースコロニーだと思われるものがはっきりと映っております。これですね、はい、これ明らかに小惑星とかそういったものの見間違いではないということがお分かりになると思います。明らかにこういうふうに異星人が作った、まあ、構造的な形をしております。ぜひこれ座標貼っときますので、皆さん Google スカイ立ち上げて見てみてください。今日はこの宇宙戦艦
を見つけましたので、その近くも調べたらこういう数々のものが写っておりました。まあ、座標からはそんなに離れておりませんので、下の概要欄に全ての座標を貼っておきますので、ぜひ皆さんもこの宇宙戦艦含めてあのスペースコロニーもその目で確かめて見てみてください。それではまとめた動画見ながら終わりたいと思います。いつもご視聴くださってありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございます。また次回不思議なものを見つけましたら皆さんと一緒に検証していきたいと思います。ではたくさんのコメントお待ちしております。ラピ TV でした。ではまたです。次回お会いしましょう。